えー、はい、い、えー、でございます。もう一つリスプネタなんですけどもね、昨日休み中にこうぼんやり考えたことなんですけども、えーと、プロダクションシステム、まあ、と言ってもおもちゃレベルで、元ネタはあの後藤椎木先生の記号処理プログラミングからアイデアを得ているものですけれども、えー、と化学反応式ですね、えーえー、化学、化学、高校時代で、ね、<laughs> 適当にやったもんで。 えーとあと爆薬、でもね、後になって勉強したんだなあな、量子論でね、えー、とそのなぜその電子の数がこ,こ,う,こういうふうになって、じゃあ、そのなんで分子のこう、えー、と手,手だっけ <laughs>、ね、あれがつなぎ,つなぎてって言ってんでしたっけ、あのこういうふうになるんだっていうのが分かってきたら、画像面,面白くなってきて。 あのえっ、ー、と参考書買った時に一時勉強したことあるんですけどもねうちの母親に言われまし高校生の時全然勉強しなかったくせに何今頃夏のやってるの不思議みんな顔された <laughs> なんですけどえっ、ー、と あのえー、とすみません、前置きなくなりまして、デフパターンというマクロでパターンマッチングで、まあ、エリクサみたいにして、ですねあるいはプログ的なパターンマッチングで、例えばあの典型的な数式処理だとか、あーこの間あの、形式的な有限オートマトン。 書いてましたけどもなかなか有効だというのは分かってきてただあの、えっと、こういう風な化学反応式みたいなのをパターンマーチング加工すると機能が足りないことに気がついたんですね、えっというのはその、えっと、集合とかうかリ,リ,リストの中にですねえっと、えっと、元素 炭素だとか酸素だとか、えー、というのを放り込んでおいてじゃあそ,のそれが化学反応を起こすとどういうふうに変化していくのかっていうことを、えー、記述したいんですよね。でそうすると、えー、パターンとしてこう順番が決まったわけじゃなくてその集合理想の中に何が入っているかによって、えー、その後の反応動きが違ってくるものですから、えー、そういったあの記述の仕組みがなかったのでちょっとアイデアとしてはですね 機能を入れてでそのえっ、ー、と例えばこの例だと X っていう、えー、値が持つもの、まあ、リストを想定してるんですけども、えー、そこに、えー、と最初の式は C 炭素と、えー、O2、えー、酸素ですねを持ってたらば、えー、これが CO2 を生成するというふうな、えー、意味合いなんですけどもこういう機能を追加してみたらば もう少しあの、えー、と対応範囲が広がるんではないのかななんていうふうなことを思いながらやってるところです。ちょっとね、今週忙しいんで、普通にまでやってられないと思うんですけれども、えー、来週あたりんちょっと時間取れたらやってみたいかななんて思ってます。えっ、ー、とあ、以下余談なんですけれども、えー、と私のやろうとしてるこうリスプとかプログでやろうとしていることっていうのが、 えっと特にあの際立って職業プログラムのリスパーと言われている人とは全く違うのですねだからもう接点がまるでないわけです。なぜかって私にやりたいことというのはあのこういったその学習分野に応用することなんです。あの微分析分だとか に応用したいだとかこういう化学反応式に応用したいだとかでそれによってその学校で学ぶ伝統的な学問というのにその意義を見いだしていくっていうことですねそういうあの助けになるためのリスプを作ってる。 それはイザーエスリスプですよっていうことなんですよ。えー、これであの別に Web アプリケーションを作るとかそういうつもりはまあさらさらなくてですねえっ、ー、とまあ世間的にはトイプログラムって言われるのかもしれないんですけれどもそういうのを自分で書いてみることによって学校で習っている、えー、その化学だったり生物だったり数学だったり物理っていうのが非常に面白い,深い奥の深い学問であるってことを に気づいいいいててほしっうののが私の切なる願いでありますえっ、ー、とまあ全部が全部とは言いませんけども一般的にあの高校で教えられてるもっとなん特に受験学校の場合受験のためのということであまりやその、えー、と根源的なところには触れないんですよねそれで、えー、いっぱい類題をやって、えー、と覚えてそれであ、えー、の いわゆる難関校に、えー、合格するというのが最終目標なわけで、学問としての面白さというのは、少なくとも私は全く感じませんでした。<laughs> だから拒否して、拒否して、音楽で、リチブラックモのが、とか、堤清平さんののが圧倒的に楽しかったんですよ。だからも拒否したんだけど、これが大間違いで、実はあのそういった学問というのが、非常に奥深いものがあって、 それを私に教えてくれたのはリスプだったりプログだったりしたので、あの本当、リスプ先生、プログ先生には大変感謝をしております。あと、新潟大学の数学の先生たちにも大変感謝しております。数学って、ああ、そっか、奥深いし豊かな学問だなぁと教えてくれたのが、新潟大学数学科の先生たちだったんですね。えー、まあそんなことで、えー、とやっております。 えっとまあ、あの、あ合わないわけですよ、職業プロミ人たちっていうのは、そもそもやろうとしてることが違うんだし、そういう人たちがそもそもリスプなんかや,やるはずがないんですよ、あの、現代的に意義は見出せないわけじゃないですか、まあ、クロージャーとかは別ですけど、えーっ,とえー、っと、プロダクションを作るんだったら、Python だとか Ruby の方が圧倒的にいいわけですからね。 なんて言って、言っあ、すいません、最後のところちょっとカットしたかったな。待ってけなくなっちゃった。ごめんなさい。それじゃまたお会いしましょう。